皆さんこんにちは、サンディです。今日はタイトルにも書いてありますけど、セフォラの荷物が届いたので購入品紹介をしていきたいと思います。で、セフォラで、買ってみて送料だったりとかどれくらいかかったとか時間ね届くのにとかそういうのを細かく、話せる範囲で話していこうと思います。では始めましょう。はい、ではですね、まず、買ったものからもう見せていこうかなと思います。多分それがみんな見たいものだと思うので、ちなみにセフォラはこういう箱に、来ます。で、まあ領収書やらで、梱包的には紙1枚です。で、あとはもう商品が入ってるっていう状態になります。はい、では紙を取ってってまずですね、セフォラは買うとサンプル選ぶことができて、もし欲しいサンプルがあったら選べるようになってます。で、なんていうの、この今日はこの中から選んでねみたいなのがあって、だけどちょっと手こずったのが、そのサンプル選ぶときに、あなたの国には送れないよっていうのがありました。多分なんか日本で、禁止されてる成分があるのかちょっとよくわかんないんですけど、多分香水とかそういうのが、まあ、液体になってるからそれが送れないのかわかんないんですけど、ちょうどベルサーチだったかなの香水のサンプルがあって、おーいいなって思ったんだけど、そう結局ダメでした。で、私が選んだのはこれはフェイスオイルになるんだけど、まあ保湿やらなんやらなんですけど、これをね結構私がずっと見てる YouTuber の人がおすすめしてて、で、あとはオイルフリージェルクリームと、あとはこれなんだっけ、これは多分なんかセラムかなんかだったと思います。まあなんか適当にサンプルは選んで、とりあえず3つで、セフォラに関してはなんかコードがあって、コード打てばなんかサンプルがどうのこうのっていう感じで、ただ日本だから送れないものがまあまあ、あるんですよ、セフォラって。多分それはまあ日本がまだそういう成分とかそういうのが許可出してないのかわかんないんですけど、まあそんな感じです。で、どれから見せてったらいいかわかんないけど、まあとりあえず、私がずっと手こずってて、これ買いたくて、ずっとね、今日買おうと思ったらこれがなくて、今日これ買おうと思ったらもう一個がなくてっていうのが多くて、セフォラって結構売り切れになるのが早くて、多分やっぱりいろんな国に送ってるからっていうのもあると思うんですけど、そうで、今回はこのキットとこれは絶対買わなきゃいけないなって私の中では思ってて、で、一応ね、その写真ではパッケージがちょっと違ったんだけど、アメリカ版で見た時のパッケージがすごくかっこいいし欲しいなって思ってたんだけど、私が見てたセフォラの方は多分違くて、アプリがあるんだけど、そのアプリと普通にパソコンで見るのと違くて、で、日本ではまだアプリがね配信されてなくて、で、まあそんな感じで、これがずっとね一番手こずったやつで、今日あれば明日がもうなくて数時間にはもう売り切れるっていう大人気のもので、こちらになります。カッボンディっていう、ブランドになるんですけどの、ファンデーションと、なんとキットでビューティーブレンダーが来るっていうキットになります。あとは、何が来る、プライマー、これのプライマーとガッボンディのプライマーのサンプルと、あとはビューティーブレンダーの、液体リキッドクリーナーみたいな、その洗うやつが一緒にセットに来てます。本当はこれより、ツートン明るいものを選ぼうかなと思ったんだけど、で、まあね、これ朝届いてもう我慢できなくて、ちょっとだけ試したんだけど、色はまあ確かに持ってるものとちょっと似てた感じはしたんだけど、まあ選んだものがちょっと黄色みかかってるやつだったから、まあ次回もしね、こういうのまたこれが終わって買うとしたら、多分
もうちょっとピンク寄りのものを買おうかなと思ってます。でこれもね、今アップ見てもらってると思うんだけど、すっごくパッケージが可愛くて、でこれはまた次回っていうか違う時になんだっけ、オイルテストをしていきたいと思います。でビューティーブレンダーの方のね、入れ物もちゃんとそのカーボン D との、コラボってことで、パッケージもちゃんと名前が入ってて、でやっぱりね、これ実際に YouTuber の人のねコスメブランドなんだけど、でその人はあのね、私すごく好きなのが、そう、私ね、なんか高校の時ぐらいからかな、なんか結構まあラップが好きで、でそれでずっと好きなラッパーがいて、その人メキシカンの人なんだけど、でそこら辺の人たちのスタイルがチカーノとかチカーナとかで、その感じがまさにこういうこのコスメがなんかまさにその感じなのね、なんかデザインとか。でその人自身も結構入れ墨が入っててとか、めちゃくちゃかっこいい人なんだけど、でそれでずっと私はこのカッボンディっていうのを欲しくて欲しくて、でやっと手に入って、これからねちょっとずつコレクションしていきたいなと思うんだけど、やっぱり送料かかったりとか、税金もかかったし、大変なんだよね集めるとなると。でまあ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 そんな感じ。これはすごくレビューが良かったもので、ずっと見てきたものだったから。あとはどうしても私はやっぱりビューティーブレンダーは正規のものが欲しくて、日本でもいろいろ出回ってるし、いろんなところで回ってるんだけど、結局信用性があまり私の中ではもうなくて、そういうところだと。なんでやっぱ正規品が欲しいし、お金かけて買うんだったらね、アマゾンでもあるんだけど、結局レビューを見ていくと、なんか実は偽物だったみたいな感じで、じゃあなんかバカバカしいなと思って、同じ値段を、正規と同じ値段を払ってるのに偽物だったらすごく悲しいし、もしすごいね安くて、例えばもう本当にこれって正規品の単品はだいたい20ドル2000円くらいなんだけど、それがね200円でめちゃくちゃ似てるやつを売ってるよって言うんだったら別に買いますけど、欲しかったらね、そう試したいとかあれば買うよ、200円でも100円でもね。でも本物だって言って結局偽物で同じ20ドル払いたくはないなのでまあ本当にそういうのにこだわってる人は多分セフォラで買った方が絶対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 で、海外でも平気でね偽物とか売る人もいるし、国内でもいるから、海外なんてもっと多分普通だし、本当に自分が騙されたくなかったら、やっぱりねお金かけてでも手間をかけてでも正規で売ってるところで買った方がいいと思います。で、あとはね単品でこっちのピンクも買いました。で、これはまあいろんなそのファンデーションだったりいろいろなんだろう、つけるものって道具とかまあいろいろあるんだけど、やっぱりスポンジね、はすごく好きだし、これはずっと試したかったし、消耗品だっていうのも分かってるから、ある程度お金かけていいものを長く使おうと思って、今回はちょうどこのキットがあったし、でキットに関してはやっぱりキットだからそれ分ちょっとは安くなってます。多分1000円くらいは、合計から単品ずつでね考えれば1000円くらいは確か安くなってました。で単品、こっちの単品は別に普通のお値段です。でこっちに関しては普通の20ドルだった感じです。でまあこうやって見てもらえば分かるんだけど、まだ水含んでないので小さい感じがします。なんかもうちょっと大きいのかなと思ってたけど、水にね含んであげれば大きくなるので、そこは心配ないです。でまあ水含んだ方がいいんですかとか、水道水でいいんですかとかさ、そういう多分疑問がある人がたくさんいると思うけど、私は普通に水道水に濡らして、絞って、ちゃんと絞ってね、水残すと、もうファンデーションがもう汚くなります。水が出てくるので、あとジョボジョボしてきたりとか、なのでちゃんと絞って使ってます。でなんかリキッドとクリーム状のものであれば何でも OK です。なんでファンデーションとかコンシーラーとか、まあ、シェーディング、最近コントワーとかそういうのが流行ってるので、
そういうのに全然使えます。で、粉に関してはまあ、ベーキングとかね、こうやってポンポンのせる分には全然ビューティーブレンダーでも、まあ、スポンジ、普通のスポンジ100均でも使えます。で、次で、ちょうどコントアの話をしてたので、で、これもすごく欲しかったものだし、やっぱり肌につけるものなので、まあ、アリエクスプレスとかいろんなそういう eBay だったりとか Wish とか、まあ、いろんなそういう中国だったりとか、まあ、香港とか、まあ、いろんなね、アジア系の商品を売ってる通販サイトでもかなり安く売られてるものがあるし、これの、フェイクも、偽物も、もう売ってるのがいっぱいあるんだけど、やっぱりね、肌につけるものだし長時間だしとかいろいろ考えたのね。本当に密着してつけるものはやっぱいいものとか、やっぱ信用あるもの、まあ別に薬局のものプチブラでもいいんだけど、やっぱり信用のあるものがいいなと思って、で、これはそれも思いつつも単純に欲しかった。それはレビューとかいろいろいろんな人が使ってるのを見て欲しいって思ってて、これを買いました。コントアのコントアクリームキットっていうのかな、日本語だと、のアナスタシアのものを買いました。アナスタシアビバリヒルズっていうやつで、アナスタシアに関しては私持ってるものは、まあ今使ってるんだけど、眉毛の、ポマードを使ってます。で、これはこれで高かったです。高かったんだけど、多分こういうのって長く使っていくものだからと思って、はい、お金かけて買いました。で、こんな感じになります。はい。で、これに関してはこれも偽物がいっぱい出回ってます。なんで、まあこれは自己判断でお願いします。で、これはね、ここにね、ビニールがついてるんで、ここ剥がしてね、とりあえず私は剥がさないけど、で、こんな感じで、すごい綺麗な色になります。で、これもいろんな色があるので自分に合った色を選んでください。で、色が分かんないときは、まあ、いろんな人のね、これ自体の名前を YouTube とか Google に打てば、なんとなく、出てくるので、それも全部私は英語知らなくて、私は英語全然喋れないんです。全然喋れないし理解力も全然ないです。なので、それでもね、こういうものが買えるってことを知ってほしいです。もうこれはね、自分でひたすら探すしかない、もうひたすら探してそうしかない。で、今回はこれだけ買いました。この商品だけで、ざっとこれ合計で、送料と、税金、今回は税金はかかって、そうかかって送料は1500円かかりました。私はね、これあれだと思ったんだよね、1万円超えれば無料だったと思ったんだけど、なんか違ったみたい。あ、で、税金に関しては、1145円かかりました。なのでトータルで1万4109円かかりました。日にちとしては、注文したのが、9月の14日でした。で、届いたのが今日9月20日になります。で、なんだっけ、そうでね、なんか他のブランドに関しては、普通の日本の郵便局とかそういうのを使って、まあ家に届けてくれるんだけど、セフォラに関しては DHL っていうね、まあ郵便、まあ、日本で言えば、なんだっけ、まあヤマトとかそういう会社とか、アメリカの会社だったと思うんだけど、を通じて、家に持ってきてくれます。で、そのため、まあ、海外の会社なので土日は休みになるので、やっぱり土日を挟むとその分その2日間はお仕事してないから、まあまあ、その間は、例えば私の場合は大阪に1回持ってって、で大阪の方で、土日過ごして、多分ね、か、まあ、その間に名古屋に、
送ったのかわかんないけど、でまたまあ名古屋にこっちに送ってきたっていう感じで、土日に関しては1回泊まります。で、追跡番号はちゃんとありますし、その会社のホームページに入って、Chrome から入れば日本語に、訳してくれます。でそこから、見れます。どれくらいかかるかで、セフォラ自体にも、ちゃんと何日に届くよって、なんか多分ね指定があるんだよね。セフォラが指定してこの日に届けてねって多分この DHL ってとこに、出すと思うんだけど、そうでセフォラの方ではちゃんとこの日に届くよっていうのがこうやって、こっちにはね20って出てます。でそんな感じでセフォラの方でも細かく、荷物がどこにあるか、ちゃんと写ってくれます。なのでそんな感じでセフォラに関してはこんな感じで、まあ DHL なのでちょっとねその土日働かないんだよね多分。そこがちょっとうんって思ったけど、まああとはまあでもね14日に注文して20日なんで6日6日間かかったので早かったと思います。すごい早いです。海外にしよう早い方だと思います。他のところだと2週間ぐらいかかったりするのが普通なので、もっと下手すると1ヶ月とか全然あるので、で、注意してほしいのはセフォラから、注文するときはできるだけパソコンの方がいいと思います。じゃないと、カゴに持ってって最後に、ワールドショッピングとかなんかそういうのを選ぶと思うんですよ。普通にチェックアウトじゃなくて、そういうちょうどそれの下のところにそういうボタンがあって、そこでやっと日本の、送料だったりとか、どこにとかそういうのが、書けます。もしリクエストがあれば交流方法のビデオも作ることができるので、もしそうやってね、もし分かんなくてセフォラどうやって買うのか分かんなくて知りたい人がいたら、下の方にリクエストしてくれれば次回またそのビデオ撮りますので、まあよかったらね、ここでもうこのビデオ終わります。ここまで見てくれてありがとうございました。またちょくちょくこうやって海外の、通販サイトで買った際にはこうやって商品を見せながら、まあ、送料だったりとかどれくらいかかったとかそういうのを教えていきたいと思ってます。で私が知ってる範囲で教えられることを答えられることは答えていきたいと思います。ちなみに私は、販売などはしていないので、大量に買う時のその対応とかは申し訳ないんですけど全くそこは分からなくて、大量に買うと多分それなりの制限かかったりとかそういうのがあるので、またそれは実際にそのホームページに聞いてみたりとか、まあ、英語でとかするぐらいしか分からなくて、あとはまあこっちの、税関の方に聞いたりとかすればいいかなと思います。なので、知ってる範囲では答えていきたいと思いますので、もし何かわからないことがあったら下の方にコメントをしてってください。では、今日は見てくれてありがとうございました。またねー。